おはようございます。タミゾーチャンネルにようこそ。令和6年7月3日水曜日から、新紙幣の発行、市中銀行からの流通両替などが開始され、新紙幣を入手しましたので、紹介したいと思います。新紙幣には、悪用防止の観点から見本のシールを貼りました。新一万円札の肖像の渋沢栄一と関係がある、埼玉りそな銀行、みずほ銀行の支店から入手しました。7月3日から発行が開始されて、埼玉りそな銀行は3日の午後、みずほ銀行は4日の午後から交換、両替することができました。3日に日本銀行から各銀行に交換が開始され、受け取り後、本店から各支店に配布されるという説明を受けたので、支店数が多い銀行は時間がかかるのだと思いました。なお、交換、両替枚数は全件種合わせて両行とも1日10枚まででした。今回は日本銀行券 F 号1万円、渋沢栄一1万円を取り上げたいと思います。動画内容の紹介です。1万円紙幣の成り立ちと変遷、1万円紙幣の概要。新1万円紙幣の新たな偽造防止対策とユニバーサルデザインについて、実際の紙幣を使用しての紹介となります。1万円紙幣の成り立ちと変遷です。1万円紙幣が発行されるまでは、1000円紙幣が最高額面でした。日本銀行券が B 号から C 号へ、最高額面が1000円から1万円に切り替わりました。初代の日本銀行券 C 号1万円紙幣は、昭和33年から発行され、肖像は B 号1000円紙幣と同じく聖徳太子です。約30年間使用されました。2代目の日本銀行券 D 号1万円紙幣は、昭和59年から発行され、肖像は福沢諭吉に変わりました。約20年間使用されました。3代目の日本銀行券 E 号1万円紙幣。令和6年7月2日まで発行された紙幣は、平成16年から発行され、約20年間使用されました。肖像は同じく福沢諭吉です。4代目となる日本銀行券 F 号1万円紙幣は、令和6年7月3日から発行され、肖像は渋沢栄一に変わりました。今までの例から見ると、この紙幣も20年くらい使用されるのでしょうか。1万円紙幣の概要です。大東亜戦争、第二次世界大戦終了後から発行された、日本銀行券 A 号から現在流通しています D 号まで、1円以下の紙幣を除いて、すべてその額面で使用できます。悪用される可能性がありますので、画像には見本の文字のシールが貼ってあります。日本貨幣カタログから転載してあります。日本銀行券 C 号から今回発行される F 号までの概要です。肖像は、聖徳太子、福沢諭吉、渋沢栄一と変化しました。聖徳太子は、大東亜戦争前に発行された100円紙幣から使用され、終戦までに3回の100円紙幣、戦後の A 号100円紙幣、B 号1000円紙幣、C 号1万円、5000円紙幣と、その時々の最高額面の紙幣に使われました。福沢諭吉、渋沢栄一とも、日本銀行発行の紙幣に初めて使用されました。なお、渋沢栄一は明治時代、朝鮮で流通した、株式会社第一銀行、現在のみずほ銀行10円券、5円券、1円券の肖像に使われています。寸法は A 号100円紙幣が縦 93mm、横 162mm、B 号1000円紙幣が縦 76mm、横 164mm と若干横長になり、C 号1万円紙幣で大きくなり、縦 84mm、横 174mm になりました。D 号から小さく、縦 76mm、横 160mm となり、今回の F 号まで同じ大きさです。C 号聖徳太子から D 号福沢諭吉に代わり、実物の紙幣を見たとき、小さくなったので迫力がなくなった。と思った記憶があります。D 号、E 号とも、肖像が福沢諭吉で、表面のデザインが、ほとんど変わらないので、新紙幣に変わったという記憶があまりないのですが、変更点は、表面左下にホログラムが追加されたこと。裏面の図案が2話の記事から、一つの鳳凰像に変わったことです。新紙幣の表面の肖像、渋沢栄一。裏面の東京駅丸の内駅舎について、入手した実際の紙幣を使用して説明したいと思います。
表面の肖像の渋沢栄一のご説明です。江戸時代末期、現在の埼玉県深谷市に農民、名主身分の子と生まれ、剣術修行に出、縁があって徳川御三卿の一橋慶喜の家臣となりました。一橋慶喜が徳川慶喜として、徳川幕府最後の将軍になると、家臣から幕臣、旗本となり、1867年パリ万博に幕府代表の随行員として参加し、万博参加の後、ヨーロッパ各国を訪問していましたが、大政奉還により成立した、明治政府からの命令で帰国しました。帰国後、明治政府からの辞令により、民部省、後の大蔵省に出資し、約4年間勤務し、明治通宝、明治政府が発行した最初の紙幣の発行などに携わりました。大蔵省退官後は、実業家として、第一銀行、現在のみずほ銀行、熊谷銀行、現在の埼玉りそな銀行、日本製紙、東京ガス、IHI、大日本印刷、日本経済新聞などの、現在誰もが知っているような企業の設立に参加し、その数は約500社とも言われています。そして、日本資本主義の父とも呼ばれています。子爵までに叙任され、昭和6年11月11日、91歳で死去しました。出身地の埼玉県深谷市には、渋沢栄一記念館があり、彼に関する写真、資料などがたくさん収蔵されていますので、深く知りたい方は一度訪問すると良いと思います。私も一度訪れたいと思います。余談ですが、紙幣の記号番号の最初の番号、AA00001AA などは、日本銀行の貨幣博物館日本銀行旧小樽支店の金融資料館、国立印刷局のお札と切手の博物館、そして、渋沢栄一記念館に収蔵されると思いますので、そちらの見学もおすすめです。紙幣、裏面の東京駅丸の内駅舎です。東京駅は、東京都千代田区丸の内にあり、大正3年、1914年に開業しました。赤レンガ造りの丸の内駅舎は重要文化財に指定されており、皇居の正面に設定されています。大東亜戦争、太平洋戦争末期の昭和20年5月の東京大空襲により、レンガ造りの壁やコンクリート製の床などを除いて焼失しました。終戦後から昭和22年にかけて修復工事が行われました。平成19年から、駅舎を本来の姿に近い形態に復元する工事が行われ、平成24年に完成しました。丸の内駅舎は、皇室が行われる御公務の一つの、信任状捧呈式に使われます。これは、信任の外国の特命全権大使が、その国の元首からの信任状を天皇陛下に捧呈する儀式です。その際、大使一行の皇居への送迎に際しては、東京駅丸の内駅舎から皇居まで、皇室用の自動車か馬車が使用されますが、馬車の希望が多いそうです。宮内庁ホームページには、信任状捧呈式の運行予定のページがありましたが、今後の予定は確認できませんでした。新たな偽造防止対策とユニバーサルデザインです。今までも様々な偽造防止対策が取られており、世界一、偽札が作りづらい紙幣だと言われています。警察庁、ホームページ、偽造通貨の発見枚数によると、令和5年は全件種合計で681枚見つかっているそうです。また、日本銀行、ホームページによると2009年の資料ですが、紙幣100万枚あたり、アメリカドルで100枚、イギリスポンドで207枚、ユーロで63枚の偽札発生率があるそうですが、日本は 0.3 枚と格段に低い発生率を誇っています。ユニバーサルデザインとは、年齢や能力、状況などに関わらず、デザインの最初から、できるだけ多くの人が利用可能にすることがコンセプトとして作られ、具体例として東京2020オリンピック・パラリンピックで大きく取り上げられ、使用されたピクトグラム、絵文字や、トイレのドアの人型マークを毎日目にしていると思います。また、この頃、街中で見かけるようになった黒色のミニバン型タクシー、UD ユニバーサルデザインタクシーなどです。2つの新たな偽造防止対策と、2つのユニバーサルデザインも、実際の紙幣を使用して説明したいと思います。これ以外にも、継続して使用されている偽造防止対策がたくさんありますので、国立印刷局、ホームページ内新日本銀行券特設サイトをぜひご覧になってください。最初に、新たな偽造防止対策の高精細すき入れです。すき入れとは、透かしを入れることで、
日本では白色と黒色の透かしを組み合わせた白黒透かしを使用して透かしを作っています。今回は肖像の周囲に連続した模様を追加した高精細スキ入れを採用しています。E号10000円、福沢諭吉の透かしです。福沢諭吉の肖像の透かしが確認できると思います。そして F 号10000円、渋沢栄一の透かしです。渋沢栄一の肖像の透かしの周囲に模様が確認できると思います。これが高精細スキ入れです。次にストライプタイプのホログラムです。 E 号10000円紙幣では表面左下に1箇所ありましたが、新紙幣では縦型ストライプを採用し、4種類のホログラムが印刷されています。特に一番上の肖像のホログラムは 3D で表現され回転します。3種類の肖像が確認できます。1つ目は通常確認できるホログラムです。紙幣を傾けると変わります。はい、2つ目です。そして3つ目です。続いてユニバーサルデザインの識別マークです。識別マークとは目の不自由な方が指で触って識別できるようにしたマークで、不可応版印刷により指で触るとザラザラしています。 E 号10000円紙幣では表面左下右下に鍵括弧のような形をした識別マークが付けられていて、新紙幣では識別マークを11本の斜線に変更して配置を表面左右中央へ変更しています。最後に額面数字の大型化です。表面左側の額面表記が漢字と漢数字からアラビア数字に変更して、漢字に馴染みがない方でも分かるようにし、漢字と漢数字の額面表記は紙幣の上部左側に位置が変更になりました。裏面右上のアラビア数字の額面表示が4倍くらいに大きくなり見やすくなりました。以上で新10000円札渋沢栄一10000円のご紹介の動画を終了します。次回は引き続き新5000円札津田梅子5000円をご紹介したいと思います。テレビやネットニュースにも取り上げられていますが、今回の新紙幣発行により今までの紙幣が使えなくなる、交換します、回収しますといったような詐欺が発生しているそうです。先ほども話した通り、大東亜戦争後に発行された紙幣は1円以下を除いて使用できます。また流通している紙幣が新紙幣に置き換わるまで1年くらいの時間はかかると思いますので、安心して使用してください。どうしても不安な人は手数料はかかりますが、銀行に行って両替してもらってください。日本の近代現代貨幣の日本語版英語版の動画を作成して投稿しています。動画の感想やリクエストなどのコメント大募集中です。よろしくお願いいたします。最後まで閲覧していただき誠にありがとうございました。